よせ、後悔をするな。後悔の記憶は次の決断を鈍らせる。そして決断を他人に委ねようとするだろう。そうなればあとは死ぬだけだ。結果など誰にもわからないのだ。一つの決断は次の決断のための材料にして初めて意味を持つ。壁外調査は続ける。リヴァイ、お前も来るんだ。よせ、後悔をするな。後悔の記憶は次の決断を鈍らせる。そして決断を他人に委ねようとするだろう。そうなればあとは死ぬだけだ。結果など誰にもわからないのだ。一つの決断は次の決断のための材料にして初めて意味を持つ。壁外調査を続ける。リヴァイ、お前も来るんだ。